ピセラ TV。 ノウです。ミキティです。ジュンコです。ハピセラ TV。 いやー、はい、今回も、はい、第2弾際どい話をぶっ込んでいきましょう、はい、ということでフェムケアの話、はい、第2弾でございますね、はいはい。で今回はなんかその、うん、施術に絡めてなんかその、ね、商品も開発してる元骨盤底筋のプロの方じゃないですか。おうおうおう。でなんかその方になんかこうこういうところのアプローチっていうノブちゃんのゴッドハンドをちょっとこう体感してもらってぜひぜひやりたい、はい、俺ミキティだったらいつも通りできるけど、うんうん、ジュコさんだったらちょっと間違う、間違う自信あるちょっとなんで私の時間違う逆になんで私の時なかったのえっていうか商品自体はどういう効果があるの、うん、そこをちょっと聞きたかった。そうですね、どういうものなのかも分かんないし、温め機能は私はすごい気になる。温め機能がついてるの？そうそうそう、温め機能がついてるもので、うんうん、電気が、じゃあ電池、電気、あの充電式です、うん、充電式で、ただちゃんとあの清潔に洗うこともできるので、あの充電のあのこうあの差し込むというか場所が濡れても大丈夫になってるやつを、特殊なやつを使ってるんですけど、今医療用シリコンなので、まあ、医療用シリコンを使ってる。あ、それもあるんですね。そうなんですよ。でそれがあの電源を入れることによって温める、うん、温める、はい、まず温める、はい、で温めたまま別にこう振動機能とかを使わないで、もう普通に鼠径部周りとか当てたりとか、その上に当てるものなんだ、当ててもいいし、そのまま上に座って普通にこうコロコロコロってしててもらってもいいし、ちょっと物写真で出しておくね。ちょっと想像がつかないので、うんうんうん、物？物？ありますけど大丈夫か？あるの？あるならぜひ、うん。ドキドキしちゃうじゃない？うん、持ってきて。持ってきます。あ、あるんだ。はい、え、大きいかちっちゃいかもわかんないし。あ、そっか。丸いもんなのか尖ってるのか。全く見たことないからね。全くない。うんうん、私フェムケアの展示会行ったことあるから。でもやっぱり最初は見た目にちょっとびっくりするよ。え？どういうものなのかわかんない。うん、これとか必要ですか？これ何それ？あ、でもなんか全部抜いて、うん、全部全部全部、ああ、あすごい、専門的なものが出てきますよ。あ、私確かもしかしたら画面に映れないかもしれない。そうですよ。で、で2人で話すもんね、そしたら。うん、あ、そうなの、うん、はい、うん、じゃあちょっと2人で、すみません何そんなに、そんなに刺激的な商品で、ね、刺激的な商品でございます。はい、はい、私こっちから何か聞いてますかね。はい、はい、じゃあ声だけでも声だけ出演、はい、そうですね。あ、商品をちょっとこの中に入ってるんですけど、出してみますね。これはまずデザインが私おしゃれですね。こんな感じなんです。なのでこう本当に箱のから見ると何が多いっていうか入ってる、で、そう、色があのそれこそ第一チャクラの色です。あって赤なの？赤です。はい、赤色、うん、第2、第3って色が全部違うってこと？はい、そうなんですよ。あ、そうなんだ。そうなんですよ。なのでその第2チャクラの色を使ってこれからまあ第7までの商品展開をしていくっていう、このチツケアだけじゃ、チツケアとかフェムケアだけじゃなく、女性の体と健康にちなんだもので商品展開をしていこうと思ってるんですけど、やり手でございます。いやー、もうなんか女性が喜ぶものがあって、女性が私なんか健康的で幸せな人が男性はどうでもいいそうです。男性は大好きなんですけど。男性はどうでもいい。まあ確かにね、女性はね、男性は自分で何とかせろと、山行けって話ですね。こんな、こんな、いきます。じゃん。あ、別に驚かない。あ、よかった、うん。そう、なんかちょっと一見、ちょっといやらしいことも想像してしまいそうな感じの人もいるかもしれないんですけど。いや、全然。本当ですか、うんうん、結構そんなにあんまりそんな目的もなく、本当に。これ穴が開いてるの？あ、これ持ち手として使っちゃってと思って。で、なんかこう、ゴールドだと、こう、なんかこう、女性もこう気分が上がるかなと思って、ピンクゴールドにしたんですけど、うん、で、これを、あ、これちょっと大丈夫かな。はい、電源を、電源をこうやって入れてもらうと電源がつくんですけど、こんな風に食べるかな。あ、後でアップにしておきます。はい、で、もう一回押すと点滅するんですよ、うん。そうするとじわじわと人肌ぐらいまで、まだね、すぐ温まらないんですけど。温める効果と、そうです。ごめんなさい、なんか想像ができてきた。あ、これを中に入れとくの？あ、中に入れてもいいですけど、これがそんなすぐ入らない人とかも実はいらっしゃって、その
まだ若いうちは女性ホルモンが結構あるからいいんですけど、その閉経を迎えるあたりぐらいから女性ホルモンって落ちていくと、実は何もケアしないと1年間でもう指1本入らなくなるぐらい萎縮が進んじゃうんですよ。そんなになっちゃうんだ。そうなんですよ。そうするとやっぱりその乾燥がひどくなったりとか、血流がどんどん悪くなっていってしまって、さらに骨盤底筋が使いにくくなったりするので、まずその夏用、まあ入れることではなく、まずその当てて温めると。そうですね、周りのところは温めたり、普通にこのままこう座ってもらってもいいですし、でコロコロコロ、あ、座ってみてください、ぜひ、あの、まだ振動、あ、振動していいですか、お、結構振動すごいですよ。ほら、わかる？ブルブル。え、これ、ここにこう当てて。そうそう、どうですか？男性はどうですか、これ。男性で実際調べたことがないので。いや、全然ありあれですよね。あ、締まる。あ、グッと締まる。いい、あ、男性にも使えるかもしれない。いや、使えますよ、これ全然。あれ、なんか気持ち悪いのかと思ったら全然。あと、変な話、骨盤の座骨と座骨の間なんで、座骨がこう、こうやってこうなるので、なんていうの、締まる感じだから、こうなると開くじゃないですか、骨盤って。でもここに当ててるんで若干こうなるので締まる感じ。おお、うん、全然理にかなってます。そうなんですよ。なんかしばらくやっときたいぐらい。よかったよかった。でそうやってなんか温めながら、全然いいです。ちょっとその辺周りをほぐしてもいい。だから化粧しながら別に下着つけたままで全然構わない。全然大丈夫。大丈夫ですよね。で、まあ、あとは、さっき言ってた、なんか、さっきというか、こう、別にこの、鼠径部周りとかにこう当てながらでも、ね、鼠径部ね。結構、恥骨の上とかも硬くなってる人とかも多いし。恥骨の上が硬いというか、骨でございますからね。なんか、あと、こう、周り、この、それこそ、中のこの、内側の周りとかも、全然当てながらほぐしてもらってもいいし、もちろん、こう、もうだいぶ慣れてきたなって方場合は、膣の中も結構凝ってるので。凝ってる？凝ってるんですよ。実はすごい凝ってて、私そこから始めセサミオイル、マッサージ用のセサミオイルを使って膣の中をほぐすことから始めてったんですけど、自分の体を実験に。そうなんです。そしたら最初左足が、私前十字靭帯を切ったことがあって。なんで切ったんですか？仕事中にこうなんかこうボクシング系のエクササイズをやってて、その時に無事って言ってしまったんですけど、前十字切っちゃった。そうで、それの後にやっぱり股関節とかがどんどんなんかリハビリです、なんかうまくいかなく戻らなかったんですよね、後ろの太ももの裏側の筋肉とか、ハムストリング。そうなんですよ、はい、そしてそのままにしてたところの左足側の内側とかすごい硬くなってました。左側の内側は内転筋の方ですか？内転筋の方、膣の中の、ああ、それこそこの前言ったね、内閉鎖筋とかそっちのですね。指をそう入れてこっちの左側とかをほぐすと、右と左と違かったりとか。すごい、違うもんなんだ。違かったんですよ。で、まあ恥骨側と肛門側で調べてみたりとか。行き尽くしてますな、その世界では。すごいですよ。で、そこをやっぱほぐし始めたら、もっと骨盤底筋が使いやすくなって、スタイルがやっぱりこう良くなっていったっていうのもすごく私の中で体感があって、これはいろんなことが叶うよねって思ったっていうのがあって。やっぱ自分で実験してことって確信だよね。だからこれいいよって人に全然勧められるしね、やっぱね。まあ人によって違うっていうのはもちろんあるけど。そうなんです。やっぱこれでもこの形がハードルが高いとか、やっぱ中に入れるのは怖いって方もいらっしゃるので、別にその中に入れるってことだけを目的にして使わなくても、使わなくても、まずはその周りを当ててね。あ、そうそうそう、当ててほぐす。柔らかく、もういいと思う。もう一個のやつは何だったの？いいんですよ、これ大丈夫です。これ女性用のお股の模型なんですけど。そうなん、ちょっと大丈夫ですかね。大丈夫ですかね。こんな感じ。あ、これなんか男性が男性が一人でいたしたい時に使うこともできるものなんですけど。これは出せんのか。ここだからこう指がこうちょっと入る形になってるんですけど、ちゃんと。でもこれはあくまでもそのこれを入れてどうのこうのではなくて、なんかこう、あ、違うの、これ説明するのにこれが必要なの。あ、そうです。なんかこの辺どこへほぐすのって時に、本当周りをこうしっかりとこうほぐしていいよっていう意味で。もちろん中に入れたのはちょっと 見えないと思うので、中がこう透明だったら見えると思うんですけど、で、まあ、あと周りをほぐしてみたりとか。思い出したわ、尾骨が内側に入りすぎてる人は、こう中に入れてギュッと下げたりする、
生態があるんだそういうの聞いたことある。そういえばあでも隠そうかもしれない、うん、だって重き尾骨ってそこじゃん、うん、だから中入れてギュッてやれば確かに理屈的にはこう持ち上げられるよなっていうのは、ね、確かにそうかもしれないですね。そう、ああそうか、そういう、うん、でもデリケートだからね、なんとも言えないけどね、まあまあうん、俺はやんないけどね。こうなんかだから、まあ、指自分の指でっていうのはちょっとできないって時とかの人のためにこれをこういうのを、まあ、少しカーブになってるのでいろんなところこう出し入れして使ってほしいわけじゃなくて、あのそうじゃなくてしっかりと当てて使っていくっていう感覚です。あのこういろんな壁をほぐすみたいな。質の壁というか、あ柔らかくなってくるってことね。そうですね、うん、そうすると柔軟性が出てきて今度はまた引き締めやすくなったりとかしてくるので、そう了解しました。じゃあこっからはちょっとそれをどう整体に当てはめるか、はいねはい、実践実践どう、うん、カメラマンやっ、うん、やります。はい、うん、じゃあまあ、じゃあマイクを、うん、あ一回切りますか、うん、はい、はい、じゃあ始めます。はい、はい、ピー少しでも面白いとか役に立つと思っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。